しなかった。油抜きしてる。そもそも本当は朝やって油抜きするもんなんかやろか。いや、多少はみんなしゆろね。そう。このね、油揚げ本当に美味しい。あ、そう。うん。で、売り切れてるんで、やっと5枚あった。うん。だいぶ前から頼んじゃったのにね。うん。限定感から。これをお米つなぎ汁でする人もおるけど。うん。あんたお酒ないかね。料理酒があるけか。ちょっと欲しいけど。うん。あろ？何が？お酒。いや、こうだよ、お酒用のやつ。いや、かなかってやめたのよ。高いのばっかりやけ、もったいない。あら、こうだはずやけ、安いの。ほんと？うん。どこで？なかったんじゃない？ここにはないが。お父さんやりゆうかね。うん、多分。これもどれ場したろ。結構したよね、気がするけど。もうやめろか。揚げ美味しいがね。だし昆布すごいね。漢字その字からしてうまそうだね。あ、ちょっとか。おいしい。お、ぜんざい、ぞうす、ぜんざい、お雑煮。ぜんざいかね、お雑煮かね、こう、豆入っちゃうやつ。ぜんざい。ぜんざいか、ぜんざい美味しいね。最高、正月が楽しみだ。ほんと、うん、食べんくせに。ぜんざい食べるよ、大好きやもう。そや、包丁いつ出すわ。いうやいかも。じゃあもう一つの包丁があるろ。ああ、あれね。それで磨いたら傷つかんかい。つかんよ。あれがええわ。ステンレスの。じゃあそのもう一本作ったろ。その四角いやつ、好きなやつ。けどこれはお刺身よ。ほら、それいつ作るんかなと。これはよう使いよけよ。私、こないだお刺身切ったよ。もう一本、正月出すいやせんかった、この四角いやつ、もう一本作ったやつよ。うん、もう一本あるで。ステンレスのがあるけん、あれ使う。ステンレス。
どうして、あれステンレスだろ。ステンレスよ。違う、ステンレスよ。ステンレスじゃない。あれ何言うの、そんなような感じのこと言う。これで冷えたミルク絞って、はい、やっぱいい感じじゃん、うん、まあそうやっていつも磨く気綺麗なね、いつも磨く気そうやって。それを言ったら大事よ。こんな何年もどれぐらい使うちゅうかわからんけど、これだけ綺麗ないうことはないで。まず使うちゅう10年は使う。ねえ、10年使ってこの綺麗さはないで。多分もっと綺麗なわね、要素は。いやいや、おばあちゃんのお姉さんはものすごく几帳面なかったっけに、うん、50年使うてこんなっていうのがあったよ。それはすごいね。ものすごい几帳面な人、50年使うたって言っても綺麗だった、光よって。ものすごい綺麗好き。すごいね、綺麗好きやったよね。大体綺麗好きじゃねえ。うん、これでするの、そのまま、そのまま、はい、昆布は入れといて、はい、これこそお砂糖も入れちょく、はい、このお砂糖もあっさりしようけんの、この砂糖もあっさりしよう。あ、三温糖、うん、あの、マルシマロがこっちの方が味が濃い。おまけだ、友達の方がお味が美味しいって買ってきた時があったよ。デートしてお味が美味しかったね、ものすごい甘かったわ、うん、すごく。これは甘にしようと思って、あのお味は甘ないでか、うん、これとね、何にも入れてるんです。蓋を閉めんね。これじいちゃんばあちゃんと過ごしててあるある、扉の開けっぱなし。さあ、これももうおよそ握られんと思う。お味見ながら、みじんがいて、うん、それからわからん、もうちょっと甘いでちゃんのか、うん、もうちょっとお砂糖がたらこっちを入れる、きついのばっかり入れたいから。このさ、色がついてもかな、小さじやけね、隣は何と何と言うたかね。だし醤油と、いや、昆布を引き出さないか。引き出す、ああ。そうか、さっき昆布って出さないかんのよね。かまんよ。あ、かまんの、うん、昆布の味が染み込んで美味しい。うん。さあ、これを仕事。
水出てますけど。手を洗いも出せないかんと。到着予定1月1日やって、マグロ。え？明日よ。明日で上等。うん。明日で上等。よかったね。ちょうど。うん。ちょうどええものを教えてもらった。いや、こないだからやるよ、テレビで。まあ、それは知らんかったもん。けど、養殖じゃきね。いや、そんなんわからん。見せてあげる、おばあちゃんがね、本マグロね、うん、ちょっとお寿司に、あんまり高いき。1800円かしら、それがやき。うん。その、今、トリオガのね。うん。ほんで、本当にちょっと少し本マグロやった、あれ。うん。あの、買うてみたの、あれ見せてあげるわ。高いと思うちょりなさいよ。もうびっくりしたがやき来て。うん。包丁に乗せちゅうから、うん、これやったら3人分の3つ4つずつの握りはできるろうと思って。で、ご覧、まあ見せてあげるから。もうびっくりする。高い高い。大トロヨガ。大トロヨガやと。うん。トロじゃなくて大トロ。一番いいが、一番いいとこやった。わろうたで、こら。これば、うん、値段も見せてあげる気。まあ、ちょっとやね。いいよ、たったこれば。あ、頼んだやつ。そうよ。もうびっくりしたこれはひどいね。これだけ。本マグロ。あ、本マグロ。うん。ほんでね。で、いくらよ、ほんで、それで。2000円で買えてません、これば。あ、そう。うん。高っ。もう、高いの。あの、カタログで見たら割と大きいに映っちゅうきね、うん、これやったら3人分それってどのやろ。まあ、ある意味3人分っちゃ3人分やけど一口分ずつぐらい。いや、そんなことはない。いやいや、今それあれで、うん、あれでも、あの、お寿司にするったらいくつか取れる、何貫かは取れる。そう？そうよ、あれ冷凍しちゅうけど、解凍したらほら、ちょっと大きくなるし。これで煮込みます。これで夕方まで。あの、何やらせないか。ちょっと呼ぶき、イタリアカマキ。うん。あの、このコンボラも。あー、ぶて。うん？このコンボ、食べて。うん、これだけ味がいい。あ、美味しい。ねえ。違うろ。これをことごと煮込んだら。うん。んで、これ、アユはどうなった感じなの？これでずっと煮詰めてる。これで煮詰めるの。どれぐらい煮詰めたの？しばらく煮込まないか。水足したりせずにずっと水込んで。水足したりしたら思ったよ。はい。調味料渡すけど、水は絶対かさ。うん。昆布のだし、うだぶしのあれやろ。そうだぶしか。何？何？うん。おいしい。ものすごいいい味。ねえ、よかった、ちょっと、うん、味付けの仕方。まあでもその目分量とか勘でそういう味付けができるってさすがやね。それは言われたな、ね、もう、うん、これらも美味しいね。美味しい。あ、日高昆布って高知の日高かと思ったら北海道の日高やって。そう、両さあ、しばらくコーヒーでも飲みます。飲もう、うん、あれおやつ食べようや。じゃあ、それこそあるやん。この前のプリンみたいなやつ。じいちゃんも読んで。もういいかいかい、用事じゃん。ああ、そうか、そうですか。もうそんな感じで、はい、喜んで。できてますか？できたような、できんような。
ちょっと食べだいぶ減ったね。食べて、わからん。うん。コファコみたいもね。まあ、俺は別のもん見るけど。ちょっとこの辺を。なんと言うのか。おばあちゃんの味が妙に一と味違う。どういうこと？食べて、食べてみやん。どんな？うん。違うの、妙に。今日はそんなに甘ったるくもない。それほど。そう。どっちもね。いや、それもそうやけど、さっき、その少ないやつから使うてかんといかないで。これはキッチンペーパーじゃん。うん。はいはい。いかん。あとか、もう操縦せないと、もう、のけ。急ぐ。のけ、のけ、のけ、のけ。そんなことして、ぶつけとかね、肥料やっちゃう、そういや、今日朝起きたら、うん、何ぞ、ひやい思った、タオルケット一枚だけで布団が落ちちゃった。もういいや。重たすぎるわ、いろいろ。どうやった？重たすぎるき、いろいろ。毛布ら、重たい、下が落ちちゃった。毛布を上上げて、あの、布団の上、布団が落ちるのね。いや、布団の上に毛布しちゃったじゃん、ほんで。まあ、寝相が悪いし、この日は寝相が非常に悪い。今日冷やいね。寝相が悪いのと、ベッドをそのままあればいいか。しかしすごいね、大寒波やね。いよいよ寒い。寒い、俺は寒いと思うけど。あれ、行きついてや、部屋行け。それじゃ。うん。入れてないよ。これ美味しいと思う。電気を入れといて。形が悪い。大きすぎて。いやいや。おばちゃんがひっくり返してやるのはええてやけんど。そうよね、ひっくり返すね、確かに。食べやすいけどね、うん、ひっくり返したら。あら、綺麗なね。うん、うん。明日本格的に作らないか。本格的言うか。明日マグロ来るきちょうど嬉しい。え？マグロが来るか。ね。大きいね。すごい。ジャンポ。ジャンポ？けどお腹すいちゃう、おばちゃん、なんとなく。うん、そうやね、なんとなく。お昼食べたかね。食べたよ。おむすびにしとこうか、ほったら食べるわ。ね、どういうこと？お腹すいたら。まあまあ、ね。余ったんけ。うん。ね、これ。湯もしっかり沸かしとかんって感じ。湯がないね、これ。湯入れちょかんってか。言われてる？うん。何や？あの、ポットに湯が全然ないわい。いや、そりゃいかん。そうではいかん。これは、キッチンペーパーやけね。そうよ、だって俺渡したやん。わかっちゅうよ。どういうこと？いや、けんど、ティッシュでしゅうにかほら。ビニールじゃないといけんの、もうきれいにできんてよ、ぬらさね。いや、これ。うん。ビニールです。
魚レレかと思ったら魚レンって書いてるね。そこは初めてこうてみた。うん、まあ美味しかったらいいわね。まあまあ何でも初めて工程見たとかはいいけど、美味しかったらいいわ、ね。山にばっかりやったの。あ、そう。山にいうのがあるわ。うん。山にばっかりずーっと、うん。けど今年出てなかったね。どうして？いや、もうみんな工程して戻ったんやね。これもう食べんろうね。これ隠していこう。食べてください。いいですね、そばと。これ作ってよかった。これ汁捨てとないわ、美味しかった。うん。面白いですよ。うん、すごい。これ出すぐらいね。ん？この出汁からですね、はい、水は、はい、それ美味しいき好きやわ、うん、いいね。それ正月しか作らんかね。そんなことないわね。お弁当の数に作りよった。うん、懐かしい。おはぎと一緒にいつも入っちゃった。おはぎを作った時は必ずこれ作った。そう、まあ、おばあちゃんも頑張りよったもんじゃと思う。おはぎを朝作って。いや、頑張りよったじゃなくて頑張ってくるよね。よいよ、朝おはぎ作りよったらいいね。うん、そろそろなかったらね、それが今つらいかい。みんな美味しいの持っちゃうわけね。若いお母さんって美味しそうなの。ないない、小さくなるどころか中身があれだけボリュームあるのに他の人より大きいわ。多いわ。もうほんと今はあれを作るのが、あれって何、唐揚げを作ったりするのがしんどげに言うけど、昔は唐揚げなんかどうもなかったかね。うん、作ってもしんどもどうもなかった。うん。おーおーおー。びっくりした。ちょっとそこに置いてください。うん、見てもないんやけど、どういうそばやろ。分からん。これやってね。うん。越前。越前そば。越前ってどこ？越前言ったら北の方じゃないかね。どこかね。越前岬って言ってるやん。わからん。いや、その越前がわからんの。越前岬言うやん。大体わかる。どこよ。鳥取の。わからん。言うてないかんか。そやろ、そら。茹でんでどうするで。そのまま食べんの。さあ。あ、福井県やと。そうよ、ほんで、あの辺やろと思ったの。一人前焼く。沸騰したお湯に一人前焼く。3分をこの中さに茹でて麺を。入れてから約20秒してから軽くほぐしてください。これはすっとまず茹でちょいでかまらん。うん、4人前茹でて。お父さんに言うとこ、6時間だけ。もう10分したらご飯食べてよ、うん、もうそんな早うできる？できる。お父さんもう10分したらご飯食べてね。ゆっくりご飯と4人も3人で食べる。いや、だからそうです。
量が。またまだ死ぬまで一回行ってみたい。うん、またね、旅行も県外行けるようになったらいいね。タレは作るにようおりません。一度入れて、チンしたらええか。え、これつけそばじゃない。ちょっと待ってよ。おつゆにせんがじゃ。つけて食べるがじゃんろうか。ん？どうやって食べるかね。おつにするのよね、たぶん寒いのに。3分茹でなきゃんと。越前そば。どんな味やろう。こりゃ麺はね、麺のつゆはね、自分で作らんといかん。うん、4人前だけよ、3人前に。ん？ 4 人前だけに、あれね、うん、全部じゃねえかなね。どういうこと？全部これ茹でる。4つ。どういうこと？どうだ？うん、おいしい。ああ、そうなんや。うん。そんなに悪い。味じゃないで。270だと。こんなに余計に増やしてかまんのか。200。いっぱい。これほんとつゆが3人でいいぐらいでやってみたらこれね、これでいいぐらいだ。つゆはこれほどあるかい。これちょっとアレンジしたらいい。アレンジ、じいちゃんできちゃうのか、見てきて。ご飯食べれるか。何が落ちた？いや。よいしょ。あった。これを使うときまた洗うからね。まあ、物を落とす。おじいちゃん、こういうところにするっけ。うん。こうやっててもない。そしたら、そこで落ちて取れになるんじゃない。取れます。うん、うん。30秒。取れる？30秒、秒では見れんもん、これ。あ、見れるか。30秒。まだまだだね。30秒までで3分やと。30秒までで3分ってどういうこと？その意味が。30秒経ってから混ぜてくださいと。ああ。で、3分茹でると。うん。はい、30秒。うん、これで混ぜて。3分。生やからね、これ。うん、しっかり見よってね。3分じゃ。今から3分？うん。生焼き美味しいかもか。
はい、3分経った。けど、わかんねえ。ほんとせんね。うん？一回わからねえ。ぶーっと。3分経ったね。うん、経ったじゃん。もう4分になる。うん、4つ入れちゃうね。美味しいよ。お、そればあちゃん酒探しちゃったのに今持ってきても酒持ってきてくれた。いやこれは酒じまい。お酒？酒今年じゃないでよ去年。いやかま料理のちょうだい。料理へ。あった。欲しい。出しっぱなしでいくわ。後ろ行きだけに出しっぱなし。後ろ行きだけに。後ろ行きだけに大事だよ。閉めるや閉めると言うし。ほら、もう絶対黙るわ。何しようと思ってきたろ。座っとしても。右側がじゃあこっちに下ろすなんて。まあ、すみませんね。和歌山年越しそば今年はこれが美味しいかじゃおまけがこれ入れとこお座っとってそば越前そば。でこれがいくろ。うん。どうやっていきます。もうけども美味しいと思う。今日揚げが味がしっかりついちゅうきね美味しいでよ。お揚げがね。うん。お湯飲みお父さんすまんけど出してくれたら本当嬉しいけんだ。お箸と。言うこと聞いてくれ。さあ、おつゆかけます。おつゆかけますよ。美味しそうなね。いや、お揚げ入ってない。自分の家で。いや、おごとおごと。はいはい、このお湯飲みじゃないの普通のお湯飲みそれはあれを飲む時のお湯まあ何でもええわ場所取らんけえと思うてるけどそれじゃ足らんのお茶かまんかまん別に足らんかったら2杯3杯飲んだらやん別によくわからんけど今逆に場所取る気ちっちゃい方がようない
剣道はおかしいで。出た、剣道。あれば、ちょっと。別におかしいと思うけど。あったかいうちに食べない。うん、はい、どうぞ。はい、今日のそばです。年越しそば。ねえ、年越しそば。これをどうぞ、乗せておいてください。と夕飯。さあ、みんなで食べましょう。はいはい、食べよう。うん。お箸が全然出てない。もう、マチョコに合わん。マチョコに合わん。すごい土佐弁出た。はいはいはい、もう行っとって。お座りやってください。今日は赤橋の。赤橋です。はい。お粗末ですけど、食べてください。うん。うん、年越しそばを食べて久しぶりに我が家で、はい、どうぞ。よし、ちょっとまあ年越し最後やからじいちゃんに何か一言でも言うてもらおうか。何で一言やった？今日はございません。お父さんです。何かないですか？あ年越しそば食べやすい気に小さいのにして。いや、どうも。はい。はい。いただきます。一年元気で過ごしました。来年も元気で過ごしましょう。ほんまやね。それだけ嫌味は減すようにしましょう。減しましょう。じゃあ。はい、いただきます。もう食べて。よし。いや、美味しい。上等。食べて。よしよし、ほんまや。普通の茶かね。うん。よし。喉が渇いちゃったごちゃごちゃで。ああ、そうだね。ちょっと。うん。お蕎麦上等や、食べて。あ、そう。うん。ちょっと蕎麦の前にこの酢の物。ほら、あったよ。いや、これが美味しいのよね、この酢の物。これそばよ、よ、おいしいの？よ、できちゅう。おいしいね。あの、これね、あの、小エビを振ったらおいしいかも。うん。はい。まず、この、よう、味がついた揚げ、どうでしょう？うん。うん、揚げ、すごい。味がついちゅう。しっかり。ちょっと辛いぐらいかもしれん。なんちゃう？うん、揚げね、汁辛い。うん、辛いかも。これうどんは、うどんじゃない、そばどうでしょう。そんなことない、辛そうね。むしろあんまりでも我慢ね。おいしいね、そば。うん、あ、そばうまい、これ、うん、なかなかいい味。どうぞね、うん、だしが、ま、だしつゆがうまい。で、そばがね、またこの何あの、なんかそばっていうすごい感じがせんというか、なんかこう、うどんさっとしちゅう。あっさりしちゅう感じがする。小麦粉の入りすぎ。はい。で、ばあちゃんのおはぎ違うわ。間違いまくりゅう。これ、いなり。この裏返しにやったやつと、そのまま巻いたやつと。はい。今日の、どうですかね、味は。うん、うん、あ、これあの稲荷で食べたらこの濃い味がしっかりと、なんやろ、酢飯が入っちゅう分薄められていい感じ、美味しい。うん、酢もバッチリやね。もうちょっと酢ね、聞いちゃってもいいかもしれんけど、美味しいわ。いただきます。いや、これは私期待してなかったけど、このそば来年も買おう、美味しい、ね、ナンバーワンになっちゃった。なんでこれにしたの。なんか、その本場行って食べた記憶があるもん。あんた、これ美味しいやんか。美味しい美味しい、ね、美味しいじゃん、だから美味しいって言うたやん。うん、美味しいね。この大根はうまい。そう、そうやろ、よかったね。その味がちょうどいいな、ピーチュー。うまい。上手。うん。
これね、ただ甘いだけじゃなくて、味が美味しい。おかわりいきませんか？いらん。いらんけど、置いとってくれたら夜食で食べるで。いや、いや。どれや、これはどうで、これは。美味しいよ。割合。どんな？あ、まあ、割合言うときからうまい。うん。お腹あった。うん。思ったより美味しかった。今ゆっくり食べる。そうそう。食べるのはゆっくりよ。そのせかせかしたらいいかも。うん。いつものシークワーサーをお世話になったシークワーサー。明日ゆっくり寝るかね。寝ろ。うん、ゆっくり寝て朝もゆっくりしよう。今晩ごとまで起きちゃってね。うん、まあ俺毎日遅いけど今晩あずのか本付けしちゃう。大丈夫。うん、あ、それはちょっとトランティカンキね、数の子。いいですか？コップ取って。こう。どのコップ？これやるコップ。グラスの。そうそう。もう、ばあちゃんにも入れちゃって。あれ、もう一つグラスがないわ。どうしよう。お前出こんけ。え？それでもない。まあちょっと流そうか。よかった。うん、よく食べた。アロタキ、ばあちゃん、これでシークワーサーをちょっと飲みや、これ、うん、シークワーサー、アロタキ、はい、2024年、うん、令和2年の年末、うん、年の暮れ、結構に無事に済ませました。ありがとうございました。星は星はこんなの星数いることないんだ。星は数あるけんの、8にしようよ。おぉ、すごい、うん、やった。幸せやったもんね。本当に、うん、ありがとうございます。いやいや、改めて、よし、7時から始まる気、はい、でやりましょう。7時から始まる気、はい、改めてね。うん、あ、用紙持ってきてよ、はい、じゃあ段取りを。用紙どこにあるか知らんで。あ、言うだろう、大里間の下の家。おばあちゃんがこれするの必要でや。はい、大里間下やで、今まで。うん。かっこいいわ。はいはい。